本項目では、グルジアのイスラム教について記述する。イスラム教は、イスラーム第三代カリフのウスマーン・イブン・アフファンが、使わした軍隊が、グルジア東部を征服し、飛びりしに、主張国を建国した654年に伝来。ムスリムは、現在、総人口の約9.9%を占めている。総人口の十数を構成するとの統計も、ある。 グルジア議会は2011年7月、歴史的にグルジアと結びつきのある宗教的少数、民族集団の登録を認める新法を可決。法案の段階では、イスラム教及び他の4宗教への具体的な言及があった。国内のモスクは2011年5月に設立されたグルジアムスリム局の管理下で運営されている。それまで国内のムスリムの活動は、 アゼルバイジャンのバクに本部を置くカフカスムスリム局により国外から管理されていた。2010年トルコとグルジアとの間でトルコの出資や助言によりグルジアにあるモスク3カ所の修復やモスク1カ所の再建を行いグルジアがトルコにあるグルジア正教の修道院4カ所を修復する協定を結ぶ。この協定によりアジャリア自治共和国バトミにあった。 20世紀半ばに破壊された歴史的なアジゼ、モスクの再建が可能となった。トルコは、サムツヘジャバヘティ州アハルツヘやコブレティにあるモスクを修復し、1940年に焼き払われたアジゼ、モスクを再建し、バトミニハンマームを復元する。トビリシに唯一現存するモスクアラブ人は645年、グルジアに初めて姿を現す。しかし、 グルジア正教徒から頑強な抵抗にあったため、国内の大部分を安定的な支配下に置いたのは735年になってからであった。この年、マルワーン2世がトビリシと近傍の領土の多くを掌握し、同地にアラブ人アミールを配置。アミールはその後バグダッドのカリフか、場合によってはアルメニアのオスティカンにより任命されることとなる。トビリシはアラブ時代。 イスラム世界と北欧との貿易の中心地に成長。さらに、アラブの重要な基地として、また、ビザンツ帝国やハザールガン国に挟まれた、干渉地帯としての役割も果たす。飛び出しでは、時が経つに従い、ムスリムが多数を占めるようになってゆく。1386年から1404年にかけて、グルジアは、中央アジアからアナトリアにまで最大半島が及んだ。 トルコ系モンゴル人の征服者、ティムールが率いる軍隊により侵略を受ける。少なくとも7度あった侵略のうち最初の侵略では、ティムールが首都トビリシュを奪取し、1386年にバグラート五世を捕虜にした。1401年末にはコーカソスに再度侵攻。クルジア王ーワワヘを求め、兄弟を貢ぎ物と共に使わせることとなる。ティムールは、 当時オスマン帝国との戦争に備えていたため、グルジアでの戦況は一旦棚上げして、オスマン帝国との戦争終結後により断固たる、徹底した対処を行うことを考えていたと思われる。各して、グルジア王が軍隊を提供するという条件の下、グルジアと和平協定を結んだ、十七世紀のムスリム系グルジア人、指導者ロストムサファビは、コーカスの支配をめぐり、 オスマン帝国と絶え間なく、紛争状態にあった。16世紀から18世紀にかけては、当時グルジアが単一国家でなかったため、複数の独立王国や公国に対処しなければならなかった。これらの生態はしばしば政治的に異なる経緯をたどった。サファビー朝の関心は主に、グルジア東部や南部に向けられることとなる。なお、これらの独立した王国は1518年以後、 ペルシアに服属。植物通りとスンナ派、モスク1555年5月29日、サファビー朝とオスマン帝国はアマシア条約を締結し、南コーカサスが両国の間で分割された。上述の通り、西部から南西部にかけてはオスマン帝国が支配し、東部から南東部にかけてはペルシアが掌握したため、カルトリ王国は再度サファビー朝領となった。 オスマン帝国の支配下に置かれた地域のうち、イスラム教に改修したグルジア人としては、アジャール人やメスヘティアトルコ人が挙げられる。1703年には、バフタングロク星がカルトリ王国の君主に就任。1716年イスラム教を取り入れたことから、サファビー朝の君主がバフタングロク星をカルトリ国王として承認するに至る。しかしながら、決定的な局面で、 軍事行動を中断するよう命じられたため、バフタング6世は、シンドハロ線を取るものの、ロシアからは約束された軍事支援を得られなかった。各して1783年のカルトリ、カヘティ領王国の保護国家から、1878年のアジャリア併合までの一連の動きにより、グルジアは約100年をかけて、ロシア領となった。帝政ロシア時代においては、 イスラム教徒に対するキリスト教への改修やロシア語の教養と地域のイスラム系有力者による間接的統治という重層的な政策が使い分けられることとなる。訂正崩壊後の九百十八年五月、メンシェビキによりグルジア民主共和国独立宣言を発布するも、九百二十一年二月のグルジア社会主義ソビエト共和国成立を経て、九百二十二年には、 アルメニア、アゼルバイジャンと共に、ソビエト連邦の構成国である、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国を形成するに至る。この間1917年11月15日には、ロシア諸民族の権利宣言により民族自決や民族抑圧の除去の原則が確認されたものの、第二次世界大戦中は、イスラム系諸民族の強制、また、 1956年と1989年4月の2度に渡り、首都トビリ市で独立を求める集会が軍により弾圧を受けた。ソ連崩壊に先立つ1991年4月9日、独立宣言を発布。その後もイスラム系住民の周辺では民族紛争が絶えない状態が続いている。総人口の9.9%から10から13%に及ぶ。 国内には主要ムスリム集団が2つ存在。スンナ派、ハナフィー学派を報じるグルジア系ムスリムは、トルコに隣接するアジャリア自治共和国に集中し、オウムネシア派12イマーム派を進行するアゼルバイジャイ系ムスリムは、アゼルバイジャンやアルメニアとの国境付近に多い。スンナ派、ハナフィー学派に属するメスヘティアトルコ人は、かつてはトルコとの国境沿いにあるメスヘティの住民であった。 しかし、1944年11月15日から25日にかけて、ヨシフ・スターリンにより、中央アジアへ追放され、カザフスタンやキルギスタン、ウズベキスタンへの定住を余儀なくされる。家畜用のトラックに乗せられて、強制移住させられた12万人のうち、総計1万人が死亡。退独協力が追放の理由であった。現在では、 数多くの旧ソビエト連邦を構成諸国に分散し、50万人から70万人がアゼルバイジャンや中央アジアでドロー生活を送っている。このほか、南オセチア自治州に居住するイラン系のオセット人のうち15%はスンナ派を信仰。AB Religion and Education in Europa Developments Contexts and Debates Y ロバート・ジャクソン ピコグラム、67ハット ABC ジョージアアダプツ、ローンザステータスオブレディジェスマイノリティス、ハットジョージアイスタブリシャス、ニュームスリムアフェアーズデパートメントインディペンデントオブ、オスアーバイジョン、イスリムタデイ、13メイ2011、アクセストフェブラリー11、2012、ジョージアツーファンドレストレーションオブヒストリカルモネスティリ、インイースタンターキーハットシッカー、マーチン、 ザイスラミックワールドインアセンダンシフロムザアラブコンクエストツーザシージオブビエンナ、P155、プラガー、ISBNJ から275968928、AB グルジアの宗教と、民族グルジアナ、ビハット ABCDE グルジア基礎データ外務所。 公式サイト http コロンスラッシュスラッシュ www.guardian.co.uk スラッシュニューススラッシュ2003スラッシュエプリルスラッシュ05スラッシュ GUARDIANOBITUARIES USA as relieved on 29 April 2008 2 10時59分44秒 GMT HAT MESKIATION タークスバウンシングフロムエグザイル to エグザイル ハットザミスキーションタークスアット、エイクロスローズ。ありがとうございます。